K1 元日本代表の吉田拓さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。女子の終盤からスタートとなりました。ビブナンバー2番、深田舞さんからのスタートです。北大カヌークラブ、今年が北大生としては最後の出場というようなお話もありましたけれどもね。そうですね、この北大生がね、このジャパンカップにかける思いも強いと思いますから。そうですね、はい、このファイナルの一本は大事にしてもらいたいところですね。そうですね、今日は二次予選を経てこの決勝に上がってきました深田舞選手です。赤いヘルメットが特徴的、今6番ゲートから7番に向かっているところで、ちょっとポツンと嫌な音が響いてきました。6番7番はここはゲートが揺れています。もしかしたらタッチのペナルティが取られるかもしれません。ゲートを通過するときに、はい、体の一部、ズネ、またパドルなどがゲートに接触してしまいますと2ポイント、要するにして2分を加算されることになります。さあ今12番ゲートでもちょっと接触があったか。上からはビブ46番山川梨香子選手、東京都南多摩カヌークラブ所属の山川梨香子選手も降りてきました。今大会は一発で決勝に上がりましたからね。予選でね、いい漕ぎしてましたので決勝引き続き気合入っていると思いますけども、それが空回りしないいいパフォーマンス決勝で見せてもらいたいところです。そうですね、ただですね、まあ、予選から、全体に的にペナルティが多い展開になってきていますので、はい、どうそれを皆さんマネージして決勝のランにつなげるかってところ、勝負の行方にかかってくるんじゃないでしょうか。そうですね、先ほどの1次予選と2次予選を見ていましても、まあ、1本漕いだ後に2次予選でペナルティをぐっと少なくしたという選手が非常に多かったんですよね。はい、さあ山川梨香子選手が今12番ゲートまで船を進めています。あとは目指すは入賞です。さあどうなるか、先を行く深田舞選手がちょっと後半手こずっているか、21番付近で混み上がっている様子が見受けられます。とまだダウンゲートをくぐれていないという判断で今混み上がっています。20番からやり直すんでしょうかね。さあ刻々と山川梨香子選手も近づいておりますけれども、上からは田中ハノン選手が降りてきました。唯一ですね、ジュニアの選手が食い込みましたよ。そうですね、先を行く山川選手、大ベテランのパイオニアですけども、まあ、今年からね、C1 に参戦してきたジュニアの選手である田中ハノン選手、どこまで、そこに食い込めるかってところも、見どころになってきますし、やはりですね、競争台に乗りたいですから、この4人の中、どういう勝負が見れるかっていうのも面白いところです。はい、さあ間もなく深田舞選手がフィニッシュラインを今切りましたね。まずは1番走者の深田舞選手がフィニッシュラインを切りました。そして山川選手が今20番ゲート付近、上からは田中ハノン選手が12番、そして最終走者越智真澄選手ももうすでに船を進めています。今4番ゲートを通過しようというところ。さあ注目はやはり何といってもジュニアでただ一人決勝に駒を進めた田中ハノン選手ですけれども、はい、前半は4番ゲートそして7番ゲートでタッチがありました。4ポイント上手に加算されます。今16番、そしてここが結構難関ポイント、ちょっとバランスを崩したか、ひっくり返った。16番から17番の辺り、もったいない。16、17でね、大きな流れがあってですね、まあ、小さい体でそれを渡るっていうのはすごい勇気があるんですけども、はい、まあ、1本目も2本目もですね、まあ、安定してクリアしてただけにちょっと悔しいところですかね。そうですね、今19番を通過しましたので前のゲートにトライすることはできなくなりました。ということは17番、18番は不通過ということになりそうです。さあ山川選手が今フィニッシュしました。深田舞選手を 16.27 ポイント上回って現在暫定1位です。さあ越智真澄選手ももう船は16番まで進んでいます。ここの渡りまずは気をつけたいところ。結構ここの渡りは1本目2本目ともですね、選手が慎重になっていたのか、そんなに大きなミスをする選手はいなかったんですけどね。田中選手、ちょっと気合い入りすぎましたか。はい、K1、田中選手 K1 にも出てますけども、はい、全てのランで、これまでそういうミスね、大きなミス起こってこなかったんですけども、まあ、決勝の舞台というところでちょっと悔しいところもあります。でもジュニアの選手こうやって一歩一歩強くなっていきますからね。はい、はい、さあ今その田中ハノン選手もフィニッシュとなりました。
残すところ越智真澄選手のみということになりますけれども、今22番ゲート付近でしょうかね、23番今トライをしようというところでしょうか。ここまでタッチは4回ありました。8ポイント加わっています。暫定1位は山川理香子選手。田中花野選手がやっぱりそうですね、17番18番、ここが50ポイントをつけられましたので、合計で106ポイントペナルティが加算されまして暫定、3位だったんですけれども、越智真澄選手が今フィニッシュとなりまして 150.77 ポイントということで1位に上がってきました。速報で